先生、はい、思ったことがあって、はい、みんなさ、全員振り遅れてんだからさ、絶対さ、振り遅れに対する理解ってしておいた方がいいなと思ったの。しといた方がいい。振り遅れをさ、そんなバカみたいに説明してくれてる動画ないじゃん。ないね。だからそれ、あの人類史上初やろうかな。やりますか。確かにないね。ないでしょ。振り遅れね。平井博明のワンナップゴルフ。振り遅れにも何種類もあって、ただクラブが振り遅れてるっていうわけじゃない。その中にもいい振り遅れ、悪い振り遅れもあるだろう。振り遅れ方もあるし、そういうのいっぱいあるね。振り遅れやすいっていうのは下を使う人ね、まあ、まずなんだろう、一番大元としてあって、そう、下半身を先行させて使うと振り遅れやすい。それはいろいろつながってって、下を使うと体が浮きやすいとか、上半身が起きちゃうとか、うん、左サイドがこう浮くからね、うん、そうすると左脇が開きやすいでしょ、うん、で開きやすいとクラブが寝やすい、うん、でそうやってどん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 繋がってって、でもう振り遅れだから、うん、あとだから単純にこっから上げて、うん、こうやって振り遅れでしょ、うん、ここが正面に対してヘッドが遅れる、はいはい、振り遅れ、うん、そうで次にこうやってやって、こうやって開く振り遅れ、うん、クラブが寝るのね、うん、そう。あとは、こう、こうやって、ほんと垂れちゃう。うん。で、左脇がこうやって。そうか。こうね。あ、手が先出ちゃう。そう。ハンドファーストっていう人もいるんだけど、ハンドファーストとは違うんだよね。ハンドファーストって、この形のまんまこうやって来るじゃない、うんうんうん、そう。だからタイミングが合ってればハンドファーストになるのね。自分の打つタイミングにない、ハンドファーストっていうか、そう、ハンドファーストで打とうとしてなかったら、はいはい、うん、まずその振り遅れがあるのと、ここから上げてクラブがこうやって寝るのね、寝る開きの振り遅れ、これも下半身リードしてるとありがちだよね。あとは軌道良くてこうフェース面だけこうやって開いちゃうやつとかもあるし、あとはこうこうやってループ書いて、こうやってなかなかヘッドが前に出なくて振り遅れちゃうとか、ああ、まあとにかく上がリード、上半身がリードしてて振り遅れることってすっごく少ないってこと、まず、ああ、そうで振り遅れがミスとして8割9割ってことってことはさ、もう流れはさね、決まってくるじゃない。だから振り遅れ方にもよるんだけど、そのフェース面がターゲットを向いてて、こうやって振り遅れる分には、まあ問題ないんでね。ただこれも前提として、上は回転するからね、うん。そうなってくれば、いい振り遅れの部類に入るんだけど、とにかく本当トップ作ってから、こう、グッてこう、下を切って上残したまんまだと、もうこの時点で遅れてるじゃない？そう、それを取り戻そうとしないとダメなわけよ。これをこのまま来たら、このまんま来たら右行くじゃない。そうだね。そう。それをこう、ちゃんとこうやって引き寄せながら、左手をこうやってバンって戻して、出していかなきゃいけないじゃない。うん。それがちゃんとできてないと、振り遅れになっちゃう。途中でも振り遅れてる。そう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 。だから、すっごいね、難しいんだよね。じゃあすごい、極論言うと、うん、下半身使ってるから振り遅れた。そうそうそう。ほんとそうよ。簡単じゃん、じゃん。簡単で答え見えてるじゃん、もう。9割9分見えてんじゃん。座って打てばいいでしょ。でもその答えに行かないからね。なんで？すごくない？俺は答え言った人ね。でもみんなそんななんか重要だと思ってないよね、思ってない、思ってない。思ってない。あんな右ってないの思ってない。でも答えじゃんね。答え。そう。トモ君、そう。答えじゃん。答えなの。下半身使わなきゃいいんだよね。そう。答え出てんのにわざと答えないから。答えないっていうか。出てるっていうか、知らないんだよね、だから。あんなの見た方がいいわ、みんな。答えだから。で、下半身リードも間違えてるからね。そうだね。これの今の動きはどう思ったんだろうなと思うのね、俺。
これ、うん、これってどう思うのかなと思ってこれを下半身リードって言えなかったらこうやってやるからね、うん、あれからまたなんか言われるからこうやってさこうやってこれで十分もうマックス使ってるから、うんうん、そうだね結構そうだね。でも今の動きってこうやってやってるだけなのね。あこうはやってないのよ。あなるほどね、うん、上につられてここが動いて下は寄せてるだけなの、うん、内側に。そうそうするとこうやってなるのよ、うん、そうそれをやりに行ってはないってことだよね。やりに行ってない。肩が回ってるからつられても終わっちゃうだけなんだよ。そうで膝と膝を寄せてるだけなの、うん、そうこれ切ってるっていうのはもう全然、うん、切ってないからね。そうだね。これだけでこの動きになるのね、うん、これに切ろうとしてたらそうだよね。右です。そうだ俺これで十分だと思うのね下は。うんそうだね。でしょ、うん、だから振り遅れる。答えじゃん。答え答えだね。あれじゃない、逆にすればいいんだ。あ何を逆にするかっていうと下半身リードだサムネにして今のやつ教えればいいんじゃない。あこれが下半身リードだよって伝えるってこと。ああそういうことね。じゃあこれをちゃんとやった方がいいよ。もうでもいいんじゃないですか。今日は振り遅れの動画だから。そうだよね。そうそうそう。それはそれでまた撮ればいいんだよね。撮ればいいし、ちょっとでもそれだといっぱい人が見ちゃうからちょっとあんまめっちゃいいこと思いついた。何？サロンだ。そうだサロンだってか今言っちゃってるけどね答え。そうだ。そう。別に。だってもう本当にこれ、この動画、それ以上でもそれ以外でもないでしょ。そうだね。下半身のせいで振り遅れてんだよって動画だから。そう、それだけだ、ね。そう、それをだから、あとは信じるか信じないかは。あ、そう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 。そう。そう。でも、うん、レッスンに来ていただいた方は、うん、ほとんどの方それ分かってくださってんでね。あ、そう。結果が出てるからね。ただ、使ってないわけじゃないの。うんうん、これは使ってんの。うんうんこれぐらいは、うん、これぐらいは使ってもらってナイスショットを打ってるから、うん、でもその動きは切ってないんですよっていう理解をしてもらってるだけだ、うん、でちゃんとさっきの説明をして、うんうん、力を入れる方向は違うとする。そう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 。内側にこっちじゃない。そうだよね。内側にね。だから俺この説明した方がいいのかな。膝が動く理由、もうほとんど右膝が原因な人が多いのね、うん、でこうやって座るでしょ、うん、こうやって、もう後半よくラウンド疲れるじゃない。ああ、疲れたって休むでしょ、うん、休んで、こんなくつろいでても膝は動くの。こうやって。ああ、そうか。そう。でもさ、全部疲れてんだよ。だらーんって、うん。でも膝は動くじゃん、こうやって。足は。ね、そう、足は動けんのよ、うん。で、こうやって立ってたって、ああ、疲れたってやって、膝が動くの、こうやって。でもさ、クラブを持って回転するってさ、相当体力いると思わない。そうだね。だから後半動かなくなるの。だから、下は変わらないの。上が落ちてるの。だから後半乱れるの。そう。だから後半になればなるほど、上が大事になってくるよってことなのね。動けなくなるから。そうなんだ。だから下を頑張らないのよ。常に1番から18番まで止めとけば変わらないから。これでも止めてんだから。そう。後半崩れる方はそれやってください。疲れちゃうんだ。疲れちゃう。疲れちゃう。疲れちゃう。やっぱ慣れてないとね。あの気温と夏とかさ。あと、もう単純にね、何キロって歩くわけだから、相当ね、で、打つじゃない？そう。で、上はどん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 打ってれば、普段握力とかトレーニングしてない人だったら握力もなくなるし、腕の力もなくなってくるし、そもそも回転なんかしないから。だから回転量も落ちてくるわけじゃない？でもさ、足はいつも歩いてるじゃない、うん、だから動けるわけよ、うん、動き方知ってるから。だから下は変わらなくなるわけよ、はい、蹴っちゃったり、はい、上が動かないからお先っつって行くわけよそうなってきたらもうどんどん寝る、振り遅れる、うん、でミスが出る。だから特にコースで振り遅れる。でコースだったら力むでしょ、うん、瞬間的にガッて、うん、そうで飛ばしたい距離だって出てくるわけじゃない。であれを超えたいとか、うん、いろいろやだやだが出てくるでしょ、うん、だからうまく振らしてくれない。そう、それで振り遅れるからね。だからちゃんと振り遅れないことを普段からしとかないと、うん、そういうコースでの対応はできないんで、うん、そうだからどれだけスピードを落としたっていいから
振り遅れない動きをまず覚えなきゃダメよね、体で。頭じゃなくて、うん、頭で覚えてもコースは使えないから、体で覚えないとダメ。どういう動きをしたらインパクトゼロに戻るかっていうことを考えないで、感じなきゃダメ、体で。それがすごく大事なことです。下半身使わなければ上手くなるかもしれないんだ。全然なるよ、ね、全然なる、全然なる。だからなんで女子プロとか、まあ、さくらちゃんなんかもそうだけど、椅子に座って打たすかってことよ。タイガーとかね、まあタイガー分かりやすいから例に出しちゃうんだけど、プロゴルファーよ。プロゴルファーが悪条件、林の中トラブルとか、そういうとこで下止めてバンって超飛ばせるかっていうのはそこだからね。トラブルショットとか、うん、それは上が使えるからね。だから上が使ってるから下使っているプロは、そう。だから上だけになっても飛ばせるわけよ。この前あの足組んでるってくれたもんね。あ、そう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 。あれやばいね。ああいうの、ああいうのも全部一緒だし、そう。あんだけ足に力入んなくったって。そう、全然打てるから、ね。やばいね。そうなんですよ。だからその本当に腕と上半身の重要性っていうのは、うん、やっぱりこう経験したものじゃないと、うんうんうん、なかなかね、その大事さを伝えることはないから。だからその今日ゴルフ初めてゴルフの YouTube を見ましたっていう人がトップからこうやって腰から行くんだよ、足から行くんだよなんて見たらもう大変よ。ゴルフは難しいって思うから。そういう動画ばっかだからね。そうだね。初めに真ん中ゴルフが出てくるように頑張りましょう。それが一番です、はい、本当に。何年かかるか。一生無理だね。一生無理。歌ねえチャンネルだから。そう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 。説得力ないから。ないから。あ、今多分一回も打ってないの。打ってない。まだ打ってない。まだ、まだ、この先あるぞ。あのね、そう、打っても意味ないと思ってきちゃった。なんか最近。そうだね。なんでだろうね。なんでだろうね、うん。ちゃんと説明したいっていう気持ちにもなるし、同じ球しか出ないから。そうだ、なんかね、逆に説得力ないんじゃないかなと思って。これ振り遅れだ。振り遅れ。振り遅れるっていうことは本当に身近。完璧に上が動けてる人でも振り遅れるんで、いくら、胸の前でちゃんとクラブが動けてたとしても、オープンフェイスだったり、あとは多少寝たりして、必ず振り遅れる可能性って誰でも持ってるんで、だからそれと隣り合わせというか、ちゃんとコースでもいつ出てもおかしくないっていう、こう緊張感を持って練習でちゃんとこうインパクトをこうゼロに戻すっていう作業をしてあげないといけないんですよ。ほんとこれは必ず。なんでどんだけちっちゃいアプローチでも、こうやっぱフルスイングのドライバーでも、やっぱりクラブをしっかり自分のタイミングでインパクトにこうやってバチッと戻す作業っていうのは必ずしてあげてください。パターンも振り遅れが世の中9割ありますんで、その意識でしっかりと練習をしてクラブを振り遅らせないようにしてみてください。はい、で今回の動画は以上になります。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。オンラインサロンに入会していただきますと、特別なですねミーティングですとか、ラウンドレッスンの先行予約、あとオンラインサロンではですね、ちょっと YouTube では言えない内容の動画とかですね、ちょっと秘密なこととかですね、特別なショットですねをオンラインサロンの方で紹介しております。ぜひ気になる方はご入会よろしくお願いいたします。